はい、どうもこんにちは。ディアボロプレイヤーの工藤正弘です。4月23日に誕生日を迎えまして31歳になりました。パチ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 、早いねとね、いろいろと YouTube で話したいことがあるんですけども、パフォーマーになってからいろいろと忙しくて、なかなか YouTube の動画が更新できなくなっておりましたけど、まあ、最近は少しずつ YouTube の動画作りまたやっていきたいなっていうところで、31歳の誕生日の動画を今撮っているっていうようなところです。ね、31歳の誕生日の時はどこにいたかと言いますと、本当に偶然なんですけど、僕の31歳の誕生日の日が船の仕事の下船する日だったんですね。なんでその日は、日付が変わるタイミングはみんなとお別れパーティーみたいな飲み会みたいなのをやっていて、それで深夜日が変わるタイミングでみんなにおめでとうを言ってもらって、で朝に下船するっていうようなスケジュールになっておりました。で僕は下船してイギリスのサウスアプトンという港町でおりまして、でヒュースロー空港に向かって飛行機を待つというような日程になっておりました。6時間とか7時間ぐらい時間に余裕があったので、1時間ぐらい電車で移動してロンドンに観光しておりました。なんでそこでロンドンでビッグベン見たりとか観光してきました。楽しかったですね。イギリスで時間があるかどうかは飛行機の乗る便次第だったので、イギリスの方で観光できたのは非常にラッキーでしたね。誕生日は、まあ、比較的一人で過ごしたというような感じでした。振り返ってみると、30歳の誕生日の時は江東区の方のお祭りで大道芸をやらせていただいてたので、すごく賑やかな感じだったんですけど、まあ、今年はロンドンの方で観光して帰る日程が誕生日だったというような感じでした。いやー、31歳になりました。いろいろ思うところはありますね。僕大道芸の時とか Twitter とかでもよく言ってるんですけど、僕が会社員を辞めたのが2022年で、パフォーマーの仕事を本格的に始めたのが2023年4月という感じなので、本当に29歳、30歳、31歳の時はいろんなことが起こっていたんですけども、まあ、31歳になってまだまだこれからも頑張らなきゃいけないなっていうのが正直なところです。普通の会社員とかだったら31歳っていうと大体もう中堅社員ぐらいなんですけど、僕はこの業界、いわゆる大道芸とかパフォーマンスの業界に入ってパフォーマンスをし始めたのが本当にまだ1年か2年ぐらいなので、初心者というわけではないんですけど、ビギナーというか、いろんな場所で先輩の胸を借りながらパフォーマンスをやらせてもらってるというような感じでおります。これからも頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。でこれからは、YouTube の方にも動画をいろいろアップしていきたいなと思っております。頻度はわからないなのでぜひチャンネル登録、いいね、または SNS の拡散等どうぞよろしくお願いいたします。31歳の誕生日、僕はまあ船の下船の日でかつ飛行機を待つ日っていうのはもう決まっていたので、もしかしたら誰からも祝われないんじゃないかという思いを抱きまして、それはちょっと寂しいなと思ったので、 Twitter で欲しいものリスト、 Amazon の欲しいものリストを公開しておりました。これどういうものかというと、まあ僕の欲しいもの、 Amazon の商品で欲しいものをポチ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 ってリストにしておくと、それを公開することができて、そのリストを見た人がご好意で僕にプレゼントをしてくれるかもしれないっていうようなリストでございます。でこれ僕作ったの初めてで、それまで欲しいものリストを公開したこともなかったし、僕自身も SNS 上で知り合った人にプレゼントを送るっていうことは今までしたことがなかったので、これ本当にプレゼントしてくれる人いるんかなって思いながらちょっと公開してみたっていう感じでした。でもし誰からもプレゼント来なかったら、まあこっそり追消しするかみたいな感じでちょっと公開してたんですけど、なんと今回欲しいものリストからプレゼントを購入してくださった方がいらっしゃいました。届いたプレゼントこちらになります。いやこれとこれとこれ、はい、ではね開けていきたいなと思います。はい、まず1個目、これよいしょ、もう開ける前から分かりますね。よいしょ、はい、よいしょ、アクエリアス 500ml、 よいしょ、何個だ、24本入りですね。はい、送ってくださった方のメッセージも読みましょう。
はい、誕生日おめでとうございます。また練習やりましょう。これ僕がよく一緒に練習している方からのプレゼントですね。ありがとうございます。いや嬉しいですね。僕これいろんなタイミングで飲むんですよ。わかりやすいやつで言うと、まず大道芸の前後でよく飲みますね。今の時期はだいたい大道芸のショーの前後で1本ぐらい飲むので、非常にこれがありがたいですね。あと練習する時も、僕は1時間とか2時間練習する時にだいたい1本飲むので、あればあるだけ嬉しいという飲み物です。本当にありがとうございます。はい、じゃあね、次行きましょう。次のプレゼントは、こちらですね。箱です。こちらです。映ってるかな。はい、ですね、これはリンツのチョコレートですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。何個ぐらい入ってるんだろう。20個ぐらい入ってるのかな。はい、工藤はですね非常に甘党でございまして、チョコレートとかアイスクリームとかパフェとかパンケーキとかめちゃくちゃ食べます。でね、リンツのチョコレートってのは普段は食べないんですよ。なんで、まあいいことあった時とか、ちょっとご褒美みたいなタイミングで買うこと多いんですけど、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。ちょっと開けていきましょう。これ袋ですね。よいしょ。かわいい。いや、これうまいんですよね。あ、リンドール20個入りですね。はい。これめちゃくちゃうまいんですよ。本当にありがとうございます。まあいろんなタイプのフレーバーというか種類のチョコレートが入っている、まあ、アソートセットみたいなやつですね。はい、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。これ大事に食べたいと思います。メッセージ、応援してます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。例えば僕のショーを見に来てくださる方とか、いろんな応援をしてくださる方は嬉しいんですけど、こういった形で実際のものを伴って応援されるっていうのも非常に嬉しいですね。本当にありがとうございます。3個目いきましょう。これよいしょ。はい、こちらですね、小説ですね。キドナプキティングというような小説になります。これは、西尾新先生という、化け物語シリーズだったりとか、ザレ言シリーズっていうものが結構有名なんですけど、これはザレ言シリーズの最新作と銘打って出された本ですね。僕はね、西尾維新先生のそのザレ言シリーズ全部読んでおりまして、この本は僕がちょうどパフォーマーになって忙しくなったタイミングあたりから出た本でして、これ読みたいなと思いつつなかなか買えていなかったっていうような本でした。これ本当に買ってくれてありがとうございます。メッセージも読みましょう。ハッピーバースデー、欲しいものリスト機能どんなもんなのか気になったから初めて使ってみた。今度フレの話聞かせてね。はい、これ僕の友達が送ってくれたやつですね。本当にありがとう。今度フレの話します。はい、以上が31歳の誕生日の動画でした。日頃応援してくださってる方々ありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。日頃の活動の様子は主に X で更新しておりますので、ぜひ X のフォローよろしくお願いいたします。それでは動画を終わりたいと思います。バイバーイ。